どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、今しつけで失敗をしています、どうしたらいいですか。はい、よくあるね、悩み質問かなと思っていて、このしつけがうまくいきませんの中に何が含まれてるのかなっていうところをよく見ていく必要性があるんじゃないかなって私は思っております。うまくいかない時に私たちがすべきことって、簡単に言うと大きく分けると2つあると思っております。まずは1つ目、今やっていることを大きく変える。もっと言うと、やったことないことやりましょうっていうことですね。なぜかっていうと、私たちが同じ方法で教えて接しているのに覚えてくれない、もしくは分からない、繰り返しちゃうってなってくると、もうそれをやっていくことでワンちゃんたちは余計分かんなくなる、もしくはそれを何らか勘違いして、その失敗が増えていくなんていうこともたくさんあるんじゃないかなって思っております。その際は環境で起きている可能性も非常に高いよねということで、今までにやったことないことを大きく変えてみましょうということで、例えばね、トイレの失敗で言ったら、トイレのサイズを大きくしてみるとか、ワンちゃんのいる場所を広くしてみるとか、もしくはトイレの材質自体変えてみるとかね、ペットシーツだったのを布にしてみるとかね、何かを変えると必ず成功か失敗か、またいいか悪いか、何らかのデータは必ず取れます。これはこれまでと違ったデータが取れるんじゃないかなって思っております。それによって、うちの子がどんなことに困ってて、なぜこんなことが繰り返しちゃってるのかなっていうのを見ていくっていう必要性があるんじゃないかなと思いますので、しつけの場合はうまくいかない時には、今やってる方法でうまくいかないっていうのが長く続いちゃってる時には、全く違う方法を取ってあげるっていうのも一つの手じゃないかなって思っております。二つ目としては、これが私はね、一番重要だと思うんですけども、できるところまでをちゃんと褒めてあげるっていうことですね。できないところに挑むのが早すぎちゃう、やっぱり嫌だなって思ってる、もしくはワンちゃん苦手意識持ってたりとか、もうすでになんかマイナスなイメージがあるからこそ何か反応しちゃったりする、特にワンちゃん見えると吠えちゃったりとか、それはなんか特にそうだと思うんですけども、つまりはできないところどうやったらできるになりますかっていう質問が多いんだけども、一番大事なことっていうのは、できない部分をどうにかすることじゃなくって、このできる部分をどうにかしていくことによって、できない部分を徐々に狭くしていけないかなっていう考え方をしていった方がいいんじゃないかなと思う。なので、できないところをできるに変えていこうっていうのはなかなか難しい、じゃなくて、できることを続けていくうちに、そのできるの沿線上が伸びていけば、できない部分が徐々に侵食されてって、最後はなくなるんじゃないかなっていう考え方ですね。なので、例えばね、他のワンちゃんを見つけると吠えちゃうんですって言っても、逆にワンちゃんがいなければ何でも言うこと聞いてくれる、もしくは遠くにいる分には全然平気なんだよねって言ったら、そこが多分切り口になるんじゃないかなと思っていて、大事なことっていうのは、ワンちゃんができること褒めてあげて不快になるってことはないと思うんですよね。一緒に楽しくやってて、こっちの方がいいなと思ってくれたら、このぐらいだったらまだこっちの方がいいでしょうっていうのを選んでってくれるうちに、最終的には今の反応から遠ざかっていくっていうのが一番いいんじゃないかなと思っていて、無理にやめさせるとか、ダメって教えるっていうことよりも、ワンちゃんたちもなんとなく良くないよねっていうのは、うすうすは分かってそうな気もする。ただつい反応しちゃうんだよね、やめらんないんだよね、だってそう言われたって怖いじゃん、嫌じゃんとかっていうのがあったりすると思うんですよ。じゃあどうしたらいいのっていうと、少しずつイメージを上げていきながら、またね、そこに対してのイメージを変えていこうってなっていくと、そこを私たちはね、しっかり見ていく必要性があるんじゃないかなと思いますので、そこの部分をしっかり見てやっていただけるとね、失敗って徐々に減っていくし、うまくいったことを褒めてってあげると良くなっていく部分っていうのは広くなっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、そういったところを試してやっていただけたらいいんじゃないかなって思っております。はい、というわけでね、できてないところをどうにかそこをなくそうじゃなくって、できてる部分を広げていこうって考え方してください。そうすると急に見えてる景色が変わってきます。うちの子って実はできてたんだって気づくことも多いんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんもね、そういったところ切り口にしてあげると、急にグッて進む時が来るんじゃないかなと思いますので、また進んだからって嬉しくてね、やりすぎないようにね、徐々にワンちゃんと一緒にお互いにペース確認しながらやってみてはいかがでしょうか。